こんにちは、アリキンチャンネルです。今回ですね、エアアイディアの空港セットのマネットを紹介したいと思います。はい、今までアリキン旅客機のマネットを集めてるんですけども、今回ですね、空港セットのマネットです。面白い。はい、じゃじゃーん、おー、エアアイディアです。じゃあ、アリキンエアアイディア乗ったことあります。はい、何回か数回で、おー、ですから結構思い出がある旅客機、まあ、航空会社ですね。はい、今回の、はい、セットは6種類です。はい、まずじゃあ見ましょう。じゃじゃーん、もちろん、おー、はい、はい、旅客機ですね。エアバス A320 旅客機です。エアアイディアの代表的な旅客機です。その次はフォックトロット、トラクター、まあ、はい、貨物運ぶ、はい、引っ張るトラクターで、トラックですね。はい、あとバスですね。おー、あとマスステップ、はい、旅客機、はい、旅客機に乗るためのやつです。あとは、機内サービスの、まあ、機内食などを運んでる、その、はい、サリオですね。あとは、はい、飲類、まあ、水、飲み物を運ぶ、はい、タンクです。面白いですね。はい、じゃあ、本当にかわいいです。いわば A320 です。はい、これも同じ、はい、エアバス A300 のピッチです。はい、ではじゃあ開けましょう。おー、うん、箱は、あー、かわいいですね、模様が。おー、いろんな、はい、はい、ここセットの絵が描かれてますね。はい、ではじゃあ、はい、まず旅客機です。あー、結構重いです。重たい。おー、がっつりですね。おー、全然こっちの方が、おー、エアリアの方が結構大きいです。あー、かわいい。でも、はーい、エアバス A320 の旅客機です。いいですね。でもエンジンがちょっとでかい。迫力がある。おー、はい、これが旅客機ですね。はい、今度は、はい、おー、荷物箱をここにですね、あー、引っ張る、あ、ラック、おー、いいですね、細かい。おー、ちゃんと塗装されてますね。おー、タイヤも、おー、いいですね。はい、今度はバスです。あ、ここにあるんですね、スタイじゃなくて。お、はい、お、ワイパーもちゃんと描かれてます。あ、ちょっと層が、あ、若干、あ、ちょっとですけども、まあまあいいですね。バス書いてないですね。おー、いや、アイディアです。はい、次は、はい、じゃあ、いいですね、かわいい。おー、エアアイディア、ちゃんと階段のところが変えてですね。あー、やったー。はい、で、機内速の運ぶトラックですね。おー、エアアイディア、かわいい。白と黒、あー、赤ですのベース。はい、水のタンクのトラックですね。はい、犬類なの、かわいい。いいですね。おー、ちゃんと今回、きれい。ちゃんと、これも JAL バージョンとか、ANA バージョンが欲しいですね。アジアじゃなくて、だけじゃなくて。はい、では今からちょっとターンテーブルで展示します。はい、エアアジアの空港セットのマネットです。まずエアバス A320 の旅客機です。
はい、次は、荷物などを引っ張る作業ですね。次はバスです。はい、次は。次は機内食のトラックですね。最後に水を運ぶトラックです。いいですね、かわいい。では今から空港のプチジオラマで展示します。中継所のプチジオラマです。今 AI デッキのところに、準備をしてます。以上です。アイチンチャンネルでした。今回はエアアイディアの空港セットのマネットを紹介しました。はい、じゃじゃーん。とってもいいです。セットですね。まず、旅客機です。エアバス A320。あとはサリオのところは、5台の車ですね。トラックたちです。バスもあります。おー、とっても可愛いです。はい。エアバス A320 です。おー、エアアイディア。いいですね。かわいい顔です。あとは、はい、バスです。いいですね。はーい、これもかわいい車です。はーい、いいですね。誇らしいです。おー、特殊車です。あと、機内食の運ぶトラックです。あー、よくできてるんですね、本当に。はい、水のタンク。いいですね、ちゃんと階段が登れるものもあります。とてもよくできてます。はい、ということで、では、チャンネル登録お願いします。またねー、バイバーイ。